収穫する楽しさや地域の人たちに感謝する心を学ぼうと、飯塚市の小学生たちが田植えを行いました。泥まみれになりながら子どもたちが歓声を上げます。飯塚市の焼山小学校で全校生徒16人が地域の老人会からレクチャーを受けながら苗を植えていきました。人との関わり方や最後まで粘り強くやり抜くことを学ぼうというもので、焼山小で70年以上続く伝統行事です。去年はこの時期新型コロナウイルスの影響で休校となったため、2年ぶりの田植えとなりました。久しぶりでとっても楽しい。気持ちやね、見てられる。育った稲は9月に子どもたち自身で刈り取り、地域の人たちに販売されるということです。